楽しみご飯の時間ですよ。ということで出来上がりました。作ってるとこ撮ってないですけど、今日はねこちらでございます。初ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しみ。小樽の小鍋、わざと読み方変えて小樽のお鍋とか呼んでるかもしれない、わかんないです。鮭牛尾汁、秋鮭とサーモントラウトを使用し食べ比べ、おお、そうですか。出汁の風味、あー、いいです、最高です。それがこれです。レンジでチンする冷凍のやつ、あ、いい香りだね。いい香り。こういう感じです。これいただいたやつなんですよ、結構前に。で、美味しいサバとイワシ丸干し、いただきます。イワシ丸干しとか今日さ、やっぱやるか。魚の脂がすごくてね、焼いててもたまらんのだよ、これたまらんのですよ。いただきます。なんかいただきますよ。キャベツ挟んでました。汁からいきます。楽しみ。わあ、なんだおい、あ、いろんなの入ってるぞ。こういうのも入ってるよ。こういうのも、あー、おいしい、あー、おいしい。うん、レンジで簡単にできるの、うん、うん、牛お汁だね。うん、いいね。あー、おいしい。来た。来ました。あー、おいしい。赤い。明快。2枚入りの買ってきて2枚目なんですけど、1枚目のやつよりこっちの方がめちゃめちゃ美味しそう。うん、あー、いい香り、魚のいい香り。考えたら魚ばっかだな。いいね。ね、あれだすな。骨まで食べてカルシウムもたっぷり買えるよ。しいね。おじさまめちゃめちゃおじさま。かわいい。ちょっと このサバのさ、焼けてるさ、この皮見たら興奮するよな。興奮しちゃうよな。うん、赤い、うん、最高だ。うん、あ、米もいい。あ、待って、最初これ見てもらうんだったね、もうちょっとね。うん、あー、おいしい。サバの脂と、ああ、米で口の中でもたまらんよ、これ。
ぐちゃぐちゃなんです。やっと取れた。ああ、ぐちゃぐちゃにしちゃった。もう最高です。あ、もう。めちゃめちゃ美味しい。あ、やっぱサバが好きだな。油すげえな、サバ好きだな。あー、かい、目かい、目がかい。あー、うん、皮目を見たくてひっくり返したけど、ひっくり返したもんだから、やりたくなった、うん、玉ねぎが効きまくる。ああ、美味しい。これなんだ、これこの爪というか団子で、これめちゃめちゃ美味しい。うん、めちゃめちゃ美味しい。ありがとう。あ、これとこれってことか。そういうことか。そういうことですね。これ、あ、煮汁入ってんの、見えないか。これとこれってことですね。いけ、どこ行った？うん、美味しい。うん、美味しい。どっか行ったよ。まあ、確かに口の中に一回入ったからな。あ、もうね。あ、ホタテもいるわ。ホタテも。この5倍欲しいね。これ量が、そう思わせる。これぐらいがちょうどいいってことなんだろうな。
凍でこんなレベルまで美味しくなっちゃうんだもんな。これが本場で食べたら、これ出したっけ、口の中から飛んでったの。これが現地で食べたら最高なんだろうな。ここで冷凍でこのレベルなんだから。行きたいな北海道。北海道行ってみたいですね。本当行ってみたい。行ってみたいっていうか、広いからな。何回も来て、何回も。夏も雪がある時期も行ってみたい。食べちゃってるね。夜はなるべく食べないように思って食べてないですけどね。甘いこうやってね。おいしい。さま鯖おいしい。めちゃめちゃ美味しい。夏にも行きたいね。夏にも君側にも来たいね。いろんなところにね。見たこと今。あ、いただ。ちょっと硬いとこありました。
はね、ここ、ということで、初の鮭牛塩汁と魚一杯、こっちも魚だけど一杯のご飯、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。あんまちょっと